こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、オールアメリカンドラマーの大学の生徒から、打楽器の生徒から、質問がありまして、ソロの137番なんですけど、こういう譜面がありまして、この譜面をどうやって叩けばいいかという話なんですね。7小節目になるんですけど、っていう風になってしまうと思うんですが、これだと、16分音符が、合計で15個になってしまうんですね。で、これは8分の6で考えると、16分音符っていうのは12個じゃなきゃいけないので、これって多分、こっちの譜面の間違いだと思うんですね。この、オールアメリカンドラマ、これちょいちょいあるんですが、この3連抜けてるバージョン、これはだから3連のフィールで、1、2、3、1、2、3。というふうになると思うんですね。このフィールでやっていいと思います。そして、これが下から2段目のところにあるやつですが、これが10ストロークなんですけど、これがどうしても分かりにくいと。で、これって、この表記で見るとやっぱ僕ちょっとやっぱ分かりにくいなと思ったんですが、これって普通に、こういう音形がよくわからないと思ったら、基本的にはラフとかフラムとかダブルを全部抜いていくんですね。で、取っ払った状態にすると、多分こうなんですね。で、これをダブルにすると、という形になると思うんですね。それにラフをくっつけて、というふうになるはずです。という形で、こう読み解いていただければ、こういう難しいなと思ったところは、とにかく基本はラフとかフラムとかダブルすら、全部取っ払って、どういう元の音形だったか、そこから肉付けしていって元に戻すという形、これが一番大事ですね。そしたら次、3番目、これダブルドラッグなんですが、ダブルドラッグは、タンタタンタンタタンって聞こえるのが大事なんですね。ダブルドラッグは1、2、3、これを紐解くのによくこう、これを早くしていけばダブルドラッグだよっていう教本があったりするんですけど、僕この結局その2のオンのところに、ここにラフははまらないんですね。要は裏にはまってくるはずなので、これはあんまり僕はおすすめしないですね。まあでもこれでも掴める人は掴んでしまえばいいと思うんですが、要は、ターンタタン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 、ミリミリタリ。この、タ、ラタ、タ、ラタってラフって乗っかる感じなので、こういう、ここにこうラフをねじ込む感じ。ラフっていうのは一打なんですよ。ラフ、ラフ、ラフっていう聞こえる奏法なんで、なので、これで一打で考えてしまって、タ。っていう風に持っていくっていうのが大事ですね。これオールアメリカンドラマーの3番にも出てくるんですが、こういうね、セブンストロークロールなんですが、これって、これもそうで、ファイブストロークが要は、こう、ロールっていうのは長い音を表現する奏法なので、頭がちょっとこう、強く、タンとタラララの最初の頭の音は同じ音量。まあ、これアクセントがなければね。これにラフを乗っけ、とはでタラタラタラタっていう風に聞こえたい。このフォアとかね、ラバラバラっていうのを使いますね。これ15ストロークも一緒です。乗っかる感じ。この13ストロークっていうの
8部で乗ってますが、こういうノリですね。たらたらばらば。これはあのところの解説で使ってますが、というふうに、ラフの考え方ですね。ラフとかフラムとかは全部それ一打なんで、その元のリズムの感じの上にラフとかフラムを乗っけるようにするっていう考え方で練習した方が音楽的に上手くなると思います。今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。